HSP and profession. You think that a dream job is just a dream that never come true and beyond the reality, and it never be the one that pays the bills. Then, it's not about the dream, it's about your beliefs that you subconsciously believe in that dreams never come true and you are more focusing on paying the bills than getting into and pursue your dream.HSP は感受性が高く繊細で創造性に優れているため、芸術家や音楽家、デザイナーやクリエイターなどの仕事に向いていると以前動画でお話ししました。その動画のコメントで一番多かったのが、絵を描くのは好きだけどそれで食べていけるだけの才能はないといった内容でした。このように自分は内向的でリスクを負う勇気もなく、ただ毎日疑問を抱きながら生活費のために好きでもない仕事を続けているという世の中の人々に読んでほしい本があります。今日の動画の半分はただの朗読会みたいになってしまうと思いますが、それでもそのような悩みや感情を抱いている人たちに届けたい言葉があるので朗読します。自分には集中できるような好きなことがない。でも真の問題は、好きなことがないというよりも、あなたが好きなこと一本で食べていく能力が自分にはないと信じていることです。大勢の人にとって、自分には能力がないと信じていることが、好きなことがあっても集中しない理由となっているのです。例えばあなたは絵を描くのが好きだとします。どんな分野でも自分の腕一本で十分に食べている人はほんの一握りという思い込みがあるとしたら、今すぐそれを外しましょう。絵を描くことだけで収入を得るのはとても無理というその思い込みが、ほんの一握りのプロとあなたの間に堅牢な壁を作っています。そんなに集中して、もしそれで物にならなかったらどうするんですか。そんな反論をしたくなる人は、実際に夢中になってやったことがない人です。夢中になってやり続ければ道が勝手に開けてくるのです。ここが我々の意識のすごいところです。もちろん道が勝手に開けるのは、それをするのが楽しくてたまらない、面白くてたまらないという条件付きです。楽しいを実感しながらというこの充実感が、その道で成功しお金持ちになる必須条件です。その充実感がお金持ちになる道を作るのです。あなたが絵を描くのが好きであれば、それだけで十分です。もし寝食を忘れて描くのが楽しいというほど夢中になっているとしたら、才能のあるなしは関係ありません。たとえ絵筆一本で食べていくほどの才能がないとしてもいいのです。なぜなら、あなたがそうやって夢中になれることこそがお金持ちになる絶対法則だからです。好きで好きでたまらなくてやっていれば、その道で稼げなくても、そのプロセスで別の道が必ず向こうから開けてきます。あなたが体験することは、すべて成功の種であり、幸せの種であり、お金持ちの種なのです。どんな場合も、あなたがどんな経験をしていようとも、無意識はどこかでその経験を生かすチャンスを作ってくれます。これが誰もが持っている無意識の計り知れない能力なのです。でもそうやって何年もずっと絵をやり続けたけれど、全然芽が出ませんでした。果たしてそうでしょうか。それは、例えば絵を描くのが楽しかったというよりは、早く一本立ちしなければならない、有名にならなければならないといった思いが強くて、焦ったり不安になっていたりする時間の方が、絵に熱中する時間よりもはるかに長かったからではないでしょうか。その時あなたは絵のプロフェッショナルではなくて、悩みのプロフェッショナルになっていたはずです。だからあなたは自分が信じている通りに、全然芽が出なかったのです。いささかきつい言い方になりますが、あなたのマイナス意識がそのまま形になったという意味では、自己実現していると言えるでしょう。周囲がそう言うから、人がそう言うから、一般常識だからという理由で、だからしなければならない、してはいけない。もしあなたが今そんな状態で今の社会を生きづらいと感じているとしたら、偶然そうなったわけではありません。ましてや我慢が足りないからそうなったわけではありません。あなたの努力が足りないからそうなったわけでもありません。あなたが非常識だからそうなったわけでもありません。あなたに社会適応能力がないからそうなったわけでもありません。反対です。逆に周囲や人に合わせようとしてきた結果、そうなっているのです。自分の嫌いなことを認めれば、心の自由度が広がります。何々ができて当たり前という意識、その当たり前ができなければ、できない自分が悪いと自分を責めてしまいます。
そんなできて当たり前の中には、社会やみんな、一般常識、もろもろの規範に合わせなければならないという意識が隠れています。すぐ否定する人への対処カルテ、自分に自信がないから相手に反対することしかできないと考える。相手の発する言葉や言動は、その人自身の心や意識を表すと心得よう。否定しかできない人は、自分に自信がないことを自ら証明しているようなもの。何か皆さんの中で考えるものがあったら嬉しいです。今紹介したのはすべて石原和子さんの本からの抜粋です。気になった方はぜひ読んでみてください。絵を描くのが好き、写真を撮るのが好き、ウクレレを弾くのが好き、いい映画がわかる、インテリアのことを考えているだけでワクワクする。仕事にならなくても、お金にならなくてもいいのです。これが好きと心から言えるものがあるのは素敵なことです。生きる活力になります。でもそれをしなくなった理由や、やめた理由を周りのせいにするから自分を苦しくさせているということはないでしょうか。それとも周りのせいにして責任転嫁する方が気持ちが楽になるでしょうか。仕事のせいで、家族のせいで、誰かに何か言われたから、外からの影響であなたは好きなことをやめたのではありません。あなたは自分でやめる、諦めるという選択をしたのです。それを受け入れるだけで心が柔らかくなるのを感じるはずです。それが仕事にならなくても、仕事は仕事で割り切って別のことをして、好きなことは休日にやる、思い切って休暇を取って好きなことに没頭する日をわざわざ作るなど、いろいろ方法はあるはずです。誰かに一度才能がないと言われたから、いくらやっても認めてもらえないから、そんな外からの理由で 100% やめるなんて理にかないません。支離滅裂です。自ら心をワクワクさせるリソースを取り上げてはいけません。自分の中でいいバランスを見つけます。人生は一度きりです。あなたの顔がワクワク輝くときは何をしているときですか？私たちはそれをエンジョイする権利があります。2月から自分のヨガと読書のために時間を使いたいので、1月にまとめて HSP シリーズを一気に作りました。しばらく HSP 系動画をお休みにすると思うので、その前にずっと頭の中にある独り言をつぶやきたいと思います。メンタルを病んでしまった人や、虐待や何かの中毒症の渦にはまってしまった人は、いつ何の段階で渦に足を突っ込んでしまったのか、小さい頃に心の勉強を学ぶのがいいのか、それとも親や大人たちに心の学びをしてもらう方がいいのか、どう考えてもいつも鶏が先か卵が先かのように、どこから悪循環は始まって、どこで止めることができるのか頭が混乱してくる。考えて考えてたどり着いた答えが、これから子供を産もうとしている妊婦さんとパートナーに命の尊さや心の学び、世界の情勢などの授業を病院で受ける制度を作る。学びのタイミングとして、これから新しい命を世界に放とうとしている神秘的奇跡の瞬間が一番効果的かなと思いました。もう一つ、貧富の差と、私は毎日2時間近く運転をするので、道路の入り組み具合や凸凹や地域によっていいバイブがあるところとそうでないところの差がとても気になります。なので一旦日本中の土地をすべてブルドーザーで平らにし、大中小サイズはあってもいいと思いますが、国が国民全員の家を建てます。白と黒のみの四角みたいな、みんなに平等になるように外見も統一された家々、道路もシンプルで運転しやすく迷わない。家は国が建てたのでローンなどの心配もないし、国中全員の人数や居場所の管理が簡易にできる。整備された区画ごとに学校、病院、公園、お店など最低限必要な施設が1つか2つずつ配置されているので、売上競争などで無駄に商業施設などが増える心配もありません。物ばかり増やし、人間の物欲や競争心ばかり刺激し、今あるものに感謝する心が育たない世界になっているようには見えないでしょうか。200メートルおきにコンビニを建てる。もっとさらに大きいショッピングモールを建てるばかりでなく、自然のありがたみを感じられるような、心がリラックスできる公園や自然がもっとたくさん増えたらいいなと思います。今日は HSP とプロフェッション、
きる活力になるリソースについてなどたくさんお話ししました。何か一つでも皆さんの心を動かすものがあったら嬉しいです。今日も見ていただきありがとうございました。Thank you so much for watching. Stay warm and have a great day. Bye!